はい、皆さんこんにちは、川下秀です。今日のテーマはですね、ネガティブ仮面をかぶるなというテーマでございます。ネガティブ仮面ということですけども、僕はこうやって美容の話をしてますんであれですけどね、今日は髪型もちょっと少し上げてると思うんですがね、女性の皆さんで眉をですね、前髪でこう隠してる方いらっしゃると思うんですね。ちょっと本当にですよ、ちょっと失礼は承知して言いますけども、ここにね、いろんな、傾向値があるんですね。だから男性の方も女性を見た時に、この顔のですね、輪郭もそうですけどね、まずね、この眉をね、見たらいいと思います。眉にはね、僕は本当にその人の、ね、性格とか心の、ね、乱れとかね、逆にその人が今集中してるとかね、元気やとかいうのが全部現れてるんですね。で、どうしても別にお客様は あれですよ、ことを悪く言ってるんじゃないですよ。大概それが悩みやからって言うて、うちは来てくれてるんであれですけども、眉に自信を持たれていくとですね、どんどんやっぱり道が開けていくということをずっと見てきてます。逆にですね、眉に自信がなくて前髪でこう隠したりする、いわゆるネガティブな感覚を自分の中で持ち続けると、どうしてもその眉をはじめとしてメイクがやっぱり自分はメイクに対してもネガティブになったりとか、思考がネガティブになったりしますんでね。その例がですね、一番わかりやすく言うと、眉を隠すために前髪を長く長く長くしていって、どん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 こうなんでしょう、目まで隠れるぐらいまでしてるような、これファッションとは言えないね、ものが結構あるんですよ。そんないろんなトレンドのヘアスタイルは別に寄せてくださいね。一般向けで考えた時こんな状態、はい、で眉を隠してるような感じ、そんな方 見ません。でちょっと眉を見せてって言ったら、これをこう前髪を上げるのがすごく勇気がいるぐらい恥ずかしがる方っていらっしゃいます。でそういう方に向けて僕はあえてね、勇気を持ってもらいたいというのは何かというと、人っていうのはおでこが出てる、これは僕もね、シワもありますけどね、これ小学校からあるシワなんですよ。でおばあちゃんによく出世じわって言うて、これ絶対に大事やから、もう自信持っていけっておばあちゃんに言われた。そんな風に人によって投げかけられた言葉によってネガティブにもポジティブになりますよね。でおでこを出すことが恥ずかしいっていう女性の皆さんに言っておきますと、おでこを出せばその方との信頼感が増すんです。コミュニケーション学でいうと、おでこっていうのは非常に聡明感をこう表現するところです。例えば、初めてお会いした時でもおでこがすごくこうパッと出して、ヘアスタイルにちょっとアップにしたりしてパシッとしてる方って、何かそう自信があるように見えたりしませんか。信頼感が増すとか、得やすいっていうかな、信頼感が得やすい、賢く見られやすい、聡明感が出るわけですね。でそれの一番行き着くところが、お坊さんですよね。もうツルツルになってますけど、ああいうふうにしてパッとこう、もう顔全体がですね、もう隠すところがないというふうにバンと出るっていうのは、これ実はある意味自信の表れであったり、いわゆるその表現の仕方としての、コミュニケーションの中での一つのね、意思表示でもあったりするわけです。でそこを今日ね、ちょっと言いたかったんです。だからもし眉をうまく描けないから、眉を隠すためにこうやって髪の毛で隠してるとか、もしくはちょっと自信がないからって言ってマスクをしてみたりとか、で眼鏡でサングラスで隠したりとか、そういうことってないですかね。よくたまにですけども、悪口を言うためにか言うてるんじゃないですか。たまにですけどもね、マスクしてサングラスしてこう帽子を下に向けて、でしかも日焼け止めのようにこうやって手袋をして、そうやって買い物にしているような女性の方はたまに見かけますけど、それ隠してるというか隠れてるようなつもりやけど一番目立ってるわけですね。そういうのっていうのはなぜそこまでするんかなっていうのは、やっぱりこう自分がすっぴんの状態やからあまり人に会いたくないっていう、やっぱりそう現れやと思うんですね。だからそれは時にはね、体調が悪いからってそういうことをするのはいいんですけど、それがどん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 、当たり前のようになっていくと負のスパイラルに入っていくわけですよ。だから気をつけなあかんのは、やっぱり何かこう隠してごまかすっていう感覚に陥った時っていうのは、それはメイクでも何でもそうですよ。僕それ一番やっぱり警笛を鳴らすべきだと思うんですね。何か嘘をつく、昔はほら嘘つきは泥棒の始まりとか言いましたけど、こう隠すこともある種自分のことをなんかこう怠惰にすることに結びついたりとか、自分のことに甘えを持ったりとか、自分が自己肯定感が否定的になるというかな、
隠すっていうのはそういう意味だと思うんですよ。だからもうある種どんな状態でも自分というのは自分ですってことで、おっぴらげに隠さずにねする人の方が僕は魅力的だと思っております。このネガティブ仮面ということを、まあ、言うとですね、非常に怖いか分かりませんけどね、メイクはねやっぱりね顔をポジティブにするためのね魔法の道具なんですよ。だからネガティブの仮面を持ってるとしたらポジティブな仮面に変えるような力がメイクにありますからね。だから日々やっぱり眉を描いて練習したりとか、メイクについて奥深い奥深い深層心理までやっぱり勉強していただいて、人生を変えるね、女性の人生を変えるのはもう1ミリの眉から始まるっていうぐらいね、これはもう断言しておりますからね、まあ、そういうような方々をたくさん見てきましたので、ぜひメイク頑張ってください。